できるね、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 挨拶挨拶できるね。あの感じ、動画見てるでしょ、いつも動画見てるでしょ、挨拶できるでしょ、まあ、こう言って、そしてって言うから、はい、続いて、あの、いつも行きますよ、もう分かるよね、あ、もう行きますよ、もう完璧っす、行きます。はい、どうも、ショイティブです。了解です。そしてそしてそしてメガヤシどうするだ。二人頑張ろうとしてくれた。いつもの感覚でそしてって俺ないから。わかりますよ。いや、そして言ってよ最近。そしてって言うから。まあ、こう言ってそしてって言うから。はい。続いて、あの、いつも。いや、そう見てねえなお前。いやいや。はい、どうも、ショイティブです。メガです。そして皆さんこんにちは、八王子レックスタリティメガシラです。スクールです。グリッチです。そう、そうです。いや、ちょっとテンポがここで見ながら皆さんこんにちは、八王子レックスタリティネガシラです。スクールです。クリッチです。お前一番最後、一番最後一番最後、お前こうで、そしてスクールです。クリッチです。で、はい、どうも、ショイティブです。了解です。そしてスクールです。クリッチです。皆さんこんにちは、八王子レックスタリティネガシラです。長いよ。長い。いやいや、いつも映画ですでいいじゃん。あ、もう、はい、安定。映画ですでいいから、テロップでやるから、両映画。はい、というわけで今回はまあグランド借りてんですけど、じゃん、おっとこちら、ビヨンドマックスレガシーを今回購入いたしまして、今日はまあロンティーをしていきたいと思います。さあ、どこまで飛ぶか、はい、まあロンティーした後に手投げさせてもらって、どんぐらい飛ぶんかと。今まではゼロツー打ったりさ、まあ、してたんですけど、はいはい、今回はレガシーをガチ打ちをしてってと思います。前回のレガシーの動画で個人所有ってことでさ、あんまり貸したくない人がやっぱいるんですよ。翔平 TV がこれについて物申したんだけど、なんかその借りるときにはちゃんと一言言った方がいいよみたいな、はい、それ野球でどう思いますかみたいな。であれでめっちゃ指示集めてたけど、ウエイクは違うよね。僕はみんなに使ってもらいたいです、逆に。はい、使ってもらいたい。今回僕買ったんですけど、まあ多分ね、ちょっとしたら多分もう忘れてるから、多分誰でも多分使っていいと思う。最初はね、最初は、まあ、とりあえずまずはちょっと僕打たせてもらって、でその後にまあレビューで、でちょっと守備やってもらうんですけど、守備もちょっとこういつもと打球違うかなみたいな、もう感じながらちょっと守備やってもらって、はいはいはい、いいですか、はい、じゃ寒いんでちょっと上着てもいいんでやってもらって、はい、お願いします。ちなみにスペックはどうですか。スペックはまあそこそこです。いや、違うよ。そこそこバランスとか、そこそこで打ってから言ってました。ちなみにスペックは。あ、スペックはですね、13インチのステラバイト、 16GB のパソコンか。めっちゃ MacBook じゃないですか。 MacBook じゃないのこれ。今レガシーの話だよ。レガシーですか。これ、はい、これは 84cm 730g、はいはいはい、トップバランスになってます。珍しいですね、トップバランス。ボナールの持ってるギガキング02もトップの730とか40とかだったんで、あれいいかもと思ってたんですよ、はいはいはい、ちょうどレガシーでそれあったんですよ。で、16GB の、だ、もういいって。もういいって。いや、天丼か。16GB って結構少ないですからね。iPod Touch。いや、違うんで、メモリだからね。メモリメモリは多いよ。長尺、長尺。早くやっていきましょう。ということでやっていきましょう。GO!OK です。長い。前振りが。前振り。一発目いきます。さあ、いきまーす。あ、普通だった。よーい。はい。初作動。どう？いや、伸びますね。ストライク。おお。いや、伸びる。結構伸びてますね。うん。レガシー。届いてるぞ。あれ、あんま力いらねえなこれ。ああ、いったこれ。こういったと思う。ほら、うん、多分ラインぐらいです。結構いったな。ホールか。ホールぐらい。何メーターだろうね。あー、これいってんじゃん。あー、余裕。マジ余裕でホール超えてますね。柳田ですよ。いや、どちらかというとレアだ。レア、帯ですよ。おいー。
ただギータでも絶対ない。多分今センター方向言ってるから、なんか柵越えしてないからんって感じだけど、普通のグラウンドなら多分レフト余裕で越えてんだよね。これ分かりづらいけどね。公式打った時の日高ボーイズの時のあんな感じの打球が飛んでってるような。さっきからずっとね。あ、これはクッと思うよ。あ、めっ大丈夫。いやちょっと打つのあれがいいかな。こういうの多分ドライブかかってる。あ、いやこれエグいぞ。アルキャンポだったらランニングホームラン ね。そうだよ。あ、そう、先っぽいった。これはボールなくしてるからね。からやっぱトップロスの理想的なところっすよね、そこが。よし。これもいったな。あれ。クワタクワタ。あ、そうやね。6本打ってる。そうクワタそう。フォースするやつまた。はい、もう終了。ボールどんだけなくすんだよ。飛ばねえなあんま。今のでわー、開いてた。クリッチー頼む、クリッチー。どう打球は。これは速いと思う。はい、今力なくて力飛んで、うわー、そう先、そう先、力入れてくると。どう、遊ぼすなって。打球いい。はい、というわけで今やってきました。ありがとうございました。よいしょ。実際打ってみて、力がいらないなって思いました。分回したけど、分回すほど飛ばない。ちょっと気抜いたぐらいに打った時、はいはい、それが外飛んだ。あのほら木の方まで行ったじゃん、向こう、はい、あーあれやばい。大体あの辺はちょっとふざけてこっち来るのにこう抜いてやってる。えっつったらパーッ行ったから、ちょっともうね、木に当たってますからね。木もう奥の太い木に当たっていくる。いや、簡単な自然破壊。で実際、まあ俺打ってたんですよ。で投げてた。で近くにいた。何してた。で外野も何してた。って感じなんだけど、打球見ててどうでした？打球、はい、まず。僕外野にもさっき一応いたはいたんですけど、はい、投げてた感じだと遅い球でもゆっくりなスイングでもあれだけ反発するっていう働きがあるので、軽く振っても本当飛ぶバットなんだなっていうのは思いました。まあ最後サード守ってたんですけど。はい、打球は自体は飛んでいく手はないんですけど、上越えていく打球どぎついっす。そうなんだ。サード守りたくないなっていう。一球なんかショート守っててさ、上取り越したじゃないですか。あれはいやー、低弾道気味で、思いっきり高弾道ほどではないんですけど、うん、あれ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 、あーみたいな。あ、ほんと、もうちょっと足長かったら届いたんだ。無理だよ。無理無理無理、190あっても無理っす。あ、無理。自分が最初予測したポジションより多分10メートルぐらい、もっと後ろかな、15メートルとかもう後ろっていう感じっすね。内野守ってたんですけど、一球すごいライナーが来てちょっと取り損ねたんですけど、その時突き指しそうになったんで結構伸びが違うなと思います。あ、すごいね、結構ね、パッと。これはとりあえずヤバいということで、ちょっとシーズンで実際にこう試合で打ってみてどうかっていうのがあるんですけど、今後とも、翔平TV ご覧の皆さん、レガシーのねどれぐらい飛ぶかっていうのをちょっと注目してもらって、はい、購入できる方は購入してもらって、まあクリッチもね買うらしいんで、はいはい、買うよね、はい、
お給料で。お給料から。お給料でね。初任給でね。初任給かわかんないですけど。初任給わかんない、ね。ボーナスぐらいじゃないですか。ボーナスか。はい、先だね自分で。はい、というわけで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たもん。マジいつの間に、まあ、さらっとだってよ、だってよみんな。あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹そう、右手握力だけだるぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ痛いもん、痛いですね。下手なだけ高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ。あの、衝撃吸収。僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやるとあの衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあもちろん試合だとちょっと違和感あるなって言ったら練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらいですから。自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい。で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそういう発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら。ありがとうございました。はい、これはい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ